安ジ氏は、聖子の一つ。安島とも知るす。日立国及び、東北地方における武家の一系また、越前国や大見国にも見られる。安ジ氏は本聖を、藤原氏とする一族である。家系は藤原北家の祖、藤原房崎の逸豆尾尾名の流れを組む地筋で、田原東田秀里を祖とする。主に、日立国から道の国先南部。 中部一帯にかけて活躍した武家である。道の国岩木地方の安じ市の家門は、片羽ばみ草、まに木工、丸に違い高の羽などを用いる家が多い。また、日立国の安じ市は、諏訪上塔として、諏訪神社を信仰し、その神門に由来する、丸に細立家事の葉、丸に注意に抱き家事の葉などを用いた。また、大田領著、上田和俊氏 三上三次監修、聖書家系大辞典第一巻によれば、東作市に、安島千仙大見国にて死去す。安島正左衛門、越前大首相将降通教法師と見る。と記されており、大見、越前国にも、安島まの人物の存在があったことが確認できる。ただし、安島氏の善用、とりわけ成立経緯を探る上で、 外いう藤原秀里からの系府や本願地つまり、苗字の発祥地となった地域は、必ずしも明確ではない。安島市の主な文布の字である、日立国についても、安島という地名は確認されない。完全な解明に至るものとは言えないが、一つ着目すべきは、日立国久寺軍金社村足間郷という地があり、この地名の指して、足関ころ。 足間マンどころと記す文献が、郷土資料として残存していることである。さらに、本校でいう安島氏の人物を記した文書には、足シ美の守ると記すものもあることも付記しておく。ただし、この足シを発祥とする足シ氏は、戦国大名佐竹氏の一門であり、藤原氏を称する安島氏とは合致しない。このことから、依然、安島氏をめぐる善用は、 不明な点が多いと言える。ただし、茨城県久慈郡第五町頃富士では、草分けの家系であり、福島県岩木市山田町では、地方一流の名門と伝わる。安島市が、歴史上、登場するようになるのは主に15世紀、旧道の区国岩木郡小川城主で後に、日立国久寺郡上小川村の小川城主となった、佐竹はじめ門の小川山と守る次継廃の、 侍大将22期の中に、足馬禅の氏にひさなりの名が確認される。足島一族の動向が盛んに見られるのは、戦国時代の頃からである。このことから、足島氏と日立国主語である佐竹氏勢力で、一定の主従関係があったことがわかる。ただし、足島氏の一門がすべて、または、当初から佐竹氏の勢力下にあったわけではなく、実は、 戦国時代後期以降、佐竹氏の南欧州信仰により、新規に服属した在地の都合や、悲観人の中にも、安島生の人物が見られる。それが、白川雄希氏の旧審で、佐竹氏に服属した、安島美みの守る清弘である。安島清弘ら欧州の安島氏が、佐竹氏に服属した契機となったのは、永禄三年十月の佐竹右京大部。 よしの軍勢による、白川祐貴氏の寺山城攻略に伴う、道のく国高野軍の制圧であり、以後も、天正2年、1574年2月、赤勘城奪取により、白川軍に、新たな領地を獲得。天正6年8月の佐竹、白川両家の和議によって、南欧州における佐竹氏の所領が確定したことで、あった。これを機に、新たに、 佐竹良となった地を拠点としてきた、安島清宏らどお着が武士が、佐竹氏の配下に組み込まれたのである。この一連の過程で、安島清宏は、南欧州で、佐竹氏の支配を担当した佐竹氏一門、佐竹山城守義久から、武家の栄誉を示す、関都城を給付されたほか、佐竹氏の過労は段房森明ための起承分を受け、その所領を安堵された上で、その、 至難下に組み込まれている。戦国期の佐竹氏の半渡拡大と領土防衛にとって、道の苦難合領は、極めて重要性を帯びた地域であり、以後、新山の戸ざ化かしながら、同地に土着してきた、安島清宏はじめ、安島聖の武将も、佐竹氏の配下としてその勢力の維持拡大に、従うようになった。以後の佐竹氏の記録では、上述の安島清宏のほか。 安島丹後森久生など棚倉の城代として、重要な役割を果たした人物の名も見られるようになる。当時、棚倉における佐竹市の拠点は、赤勘城、寺、山城、羽黒山城、東館の四城であり、久成が城代を務めたとすれば、いずれかであると推定される。なお、戦国期の道の苦難号及びその周辺地域は、 道の食石川市や浅川市などの在来勢力たる国人衆が拡挙しており、とりわけ、佐竹料金材の国人浅川市が宿敵立達市に基準したこともあって厳しい経営を強いられていた。そのため、佐竹氏は、南郷寮に住まう、佐竹氏との縁故の薄い土合勢力や、在来の有力百姓の取り込みを強化するとともに、いかに、 佐竹氏の影響力を浸透させていくかが重要課題であった。そこで、佐竹氏では、南合領の地業当て行つまり、領土分配についてはまず、芳賀、加藤田、白井、城木、須田、深谷、大賀、加藤の白服属した国人に対して、本領安堵し、悲観として取り込みを図る一方を、佐竹氏の道の区国命題である、佐竹はじめ門 ついで、佐竹氏の行政担当とも言うべき、和田氏、人見知らの武行州、さらに現地支配を担当した菊池氏、安藤氏、井上氏を、はじめ、中華旧華市からなる、利量層に、南合領一帯に、新たな領地を救し、佐竹氏の支配権確立に努めた。しかし、はがしや加藤田、白井など、南合領在来の土合勢力の総領化はことごとく、だてしか、 白川祐希氏に従い、白川祐希氏に従った家々も、最終的には、伊達氏に服属したとされ、その後の佐竹氏の道の苦難合両支配は、必ずしも好転したとは言い難い情勢にあった。特に、安島氏との関連から見ても、天正十年、安島単語守る日さなりの小早とも、棚倉より、日立国内に落ち延びているなど、苦難を強いられたことがわかる。 その後、関白の座につき天下統一に乗り出した、豊臣秀吉の総武事例が発布により、全国の首都が禁じられ、対抗検知が行われるに及び、それまで、佐竹氏が獲得していた、南郷領については、安堵が認められた。しかし、それまで、道の国並領支配を任されていた、佐竹義久については、天正18年に、秀吉から直々に、 日立国鹿島郡へ六万国で天保を呼び、豊臣市直轄領大官を命じられ、その後の道の苦南合領統治は佐竹北家の当主、左衛門の特技権に委ねられることになった。その後、佐竹義久が道の苦南号から鹿島郡に天保されたことに伴い、主君に従って鹿島郡に転じた人物として、佐竹東家の家臣安島修理助の古代善助がおり、 大善助は、鹿島軍古記に任ぜられ、同地支配を担任する役人となっていることが確認されている。ただし、ここで、さらに着目すべきことは、安島市の一族が戦国期に活動した、道の苦難合領や鹿島軍にはその後一切、土着することなく、むしろ、佐竹氏が、本領日立北部一帯、すなわち、茨城軍、西張郡、中郡、九次郡、多賀郡 道の区国では、岩木軍、死ね派軍にかけて分布しているという点であろう。この点は、安島市の主君である佐竹氏の勢力図の変動が関係しているものと見られるが、司祭は不明である。以上のように、安島氏は一定の活躍が認められながらも謎の多い一族ということができるが、その全容を探る上で着目すべき点がいくつか挙げられる。まずは、 安島氏の一門の多くが、身の守るや、丹後神、下モ守るなどの受領名、すなわち国師や、修理助、大善助、うねめ助など初代武装等の官職を私称することを許される、関都城を授かっていることであり、道の区国前線の城代を務め、また、恩賞として、所領を給付されているなど、一定の地位なり、功績のある武将として愚されていたことであろう。 さらに、安島市に関する縁組についても、戦国期から江戸期を通じて、瀬谷城主人見氏、吉田社の田所職田所氏、三河国田原城主戸田氏の一門など、藤原生徒の養子縁組が多く、ついで、道の食い石川氏の支流日立国大久保城主、大久保氏や小笠原流で、出羽国なら岡城主なら岡氏の一門吉高氏など、聖は、現氏の家系が多く見られる。 隕石関係についても、佐竹市一門の国安市、高久城主高久市、深沢市など、日立源氏の家系、あるいは、佐竹市宿老の瞳氏や日立守護大小野崎氏の一門で、日立国部水城主、大大城主を務めた小抜き氏、同じく、日立守護大江戸氏の支流で、河合城主河合氏、道の区南部の加藤の氏など、藤原秀里流の家系、 あるいは大城市の支流鹿島市の一門で、日立国立元城主を務めた立原氏など、日立兵士の家系、さらに、道の区国鯨岡官主、湯本城主鯨岡氏など、道の区国浜通りに勢力を有する街道、兵士の一門、さらには、飛騨国の元子高里城主、牛丸氏など、その他の官務兵士の一族など城主級の有力武家との縁組が多く、 一定の価格や身分を有したことは認められる。これらの点も、あじ氏の出自をはじめその全容を知る上で重要な点であると言える。なお、以下の節では、あじ氏の一族について詳述する。佐竹家臣たるあじ氏を見ていくとその系統は、複数存在することが確認されており、大きく分けて、佐竹氏の秋田天保に伴って、佐竹氏の家臣、または、 バイとして存続した、系統を没落し、流浪の末、一時、日立国内に領地を得た、新城藩主戸沢氏に従属した系統をさらに、戸沢氏に仕えた者の,の戸沢氏の出羽天保には、随行せず、新たな領主として、日立国に入法した水戸藩主徳川氏にしかにした、系統などに分けることができる。さらに、別して、江戸時代、 笠間藩士として続いた安島氏があるが、これは、戦国期の江戸氏の勢力範囲と極めて近いことから、江戸氏家臣たる安島氏の系統であろうか。このうち、戸沢氏に随心した、丹後守久成なりの小早との系統からは、江戸時代中期の和三家像寺五位、安島一万蔵直信が、また、同じく、佐竹義信の家臣であった安島丹後信勝の、系統は、 三戸徳川家に随心し、その子孫からは、幕末の三戸半家老で、造成世に安島立脇て新立らが排出されている。他にも、安島ま世を名乗る幕末の志士として、安島春次郎、安島鉄哲次郎義則、安島康安などの人物が排出されている。なお、安島氏の系図では、遠祖の名に礼、仮想を吹きした。 佐竹氏の家臣及び陪身として存続し、秋田天保に従った系統としては、日立大田氏市編纂委員会編、佐竹家臣系譜に、安じ氏の功があり、佐竹氏に仕える安じ氏が数流見える。佐竹家臣の系譜である、諸士系図に、秋田藩主、佐竹左この絵中将、吉信の家臣として、安じ美の守る清弘の家系が収録されている。 佐竹はじめもん、佐竹東家の佐竹山城守義久の配下であったと見え、天正12年6月3日、佐竹義久より、関東城が下され美の守の受領名を授けられたと記録されている。同年7月10日には、佐竹志賀郎の和田安保森明ためから、安島美濃守殿の守とのとの宛名で、起請文が発給されている。また、 佐竹義信家臣治療番物に文録四年八月十八日、和田安保森明ため、瞳修善生、藤道の連署により、安島清宏に、道の区国高野郡赤勘城の北、堤の内に二十五国、城の南、主宅に二十五国と複数の地に、治療愛 q されたとする記録がある。慶長七年、安島氏の記録では、清宏の小梅梅、ゆうきおまの代にいたり、 主君、佐竹義信に従い、秋田に天保に随従するとされる。この時、清正十七歳であったという。以後、子孫は、出羽国王が次ぐ湯沢に住むという。清正の子は、清長といい、かなお文衛門という。文衛門清長は、石井官兵衛の女を妻とし、妻、石井氏との間に、着難記憶が生まれる。 また、秋田県公文書館には、安島近代覚書、安島近代の覚書などの資料が保管されているが、これは、清信の代の記録である。安島清信は署名を、原始城と言い,い後に羽根門に改めるという。佐竹佐中昇華心。佐竹山城守る下美身守る関東上配領うねめゆう関東上配領。警府、安島身の守清広。 うねめ、ゆうきよまさ、ぶんえもんきよなが、ぼう、きよひさ、はねえもん、きよのぶ、子孫ふしょうはきたけんこうぶんしょかんによる、あきたはんしの、けいずもくろくにによると、文化2年7月にあじまただしけんだかただしにより、あきたはんに提出された、あしましけいずの中に、あじまたかさだいらいのけいずが確認される。け図が作成されたのは、ただしけんただしの時代であるが、 高狭よりさらに以前の祖先の代に秋田天法したと見られ、それ以前の系図や、士官の時期などは不詳である。佐竹、左少昇家臣、系府、安島高狭、高政高渡る、高重高,高広、高林、高清、ただし剣高、ただし、子孫不詳また、文化2年8月、秋田藩に提出された、三つお安津田氏系図の中に、 前校の安島氏の当主安島公子渡るの次男公金が分家して成立した家系が記されている。経図が作成されたのは、菅七郎高町の代のことである。仕官後の役職等については不詳である。佐竹、左少将,将家臣分家。慶不礼安島公子渡る、孔金、高久、高安氏、孔布の、菅七郎高町、子孫不詳佐竹氏の売信にも、 安島氏の一族がある。諸子系図並びに、安島吉兵衛、同種税筆、系図、佐竹山城家人、安島吉兵衛によれば、佐竹はじめ門ん、あず当主、佐竹義久の家臣に、安島マ修理助を外する安島氏が見える。代々、東安島氏では、代々、主に吉兵衛の金が用いられ家督相続時に襲名された。同系図では、修理助については、 佐竹氏に仕官するとのみ記載があり、その子大善助は、佐竹義久に仕えてその領地である、鹿島郡古希などの役人として務めたとある。また、大善助の妻は、佐竹氏一門にして、佐竹東や不代化深国安三河主将屋の女で、あり、妻、国安氏との間に、瞳木一主室となる長女、そして、嫡男の味じまうめが生まれた。 大善助の子うねめは、主君、佐竹義久の命で出陣し、下屋国那須郡鍋掛りにおいて、中川を背踏みする際に溺死した。子連れの家父となったうねめの妻は、小善助を連れて、日だろう人から、佐竹家臣となった、牛丸一左衛門久永に再家し、以後、仙助は、牛丸氏に養われたという。慶長7年、仙助は、 佐竹氏の秋田天保に際して、これに随従することとなったが、この時8歳と幼少であったゆえ、母の最下先の牛丸氏と共に、秋田天保に同行した。この時、千助は、家来として、高橋余五郎衛門というものを召し連れたとある。なお、千助は長じて、安島吉兵衛の氏と名乗り、佐竹将元、吉方の家臣となると記されている。また、 吉兵衛信次は、角野立ての中目氏の未亡人を妻とし、妻との間に、樋口勘右門室となる長女、嫡男、吉兵衛信政、国安又兵室となる次女、佐竹あずまや飯島一左衛門直重の養子となる、十郎兵衛自家地が生まれたという。信次の没年は、上皇2年1月22日、去年59。なお、信次の改名は、 よ山宗春という。また、着南、吉兵衛信政は、家徳相続後、お抜き五郎兵衛正道の女をめとり、妻、お抜き氏との間に、林在門信夫さ、吉兵衛信忠、瞳昌兵衛高等の養子となる八兵語の造主、し成なり、抜子の義助、後の主税新章の子らを成した。着南信夫さは署名を伴え助というが、後に、安島林在門に改めるという。 信ぶには、子がなく自邸信忠だをもって、孔子とする。信忠ははじめ境内と称し、核の進むと改め兄から家督を相続した後、吉兵衛と改める。信忠は,はじめ鯨岡三郎左衛門種良の妹、鯨岡氏を妻にめとり、ゆえあって、5歳を迎え、河合文左衛門忠政の妹をめとり、妻、河合氏との間に、 田所熊野城ただ中室となる長女を設ける。その後、立原総在門の女をめとり、妻、立原氏との間に、着難伝授新仙を設けるという。なお、秋田県には、安島信忠の筆とみられる資料として、元禄十二年、安島学の進む諸持子正門の写しという書状が、現存している。また、信忠の着難新仙は署名を、千助と言い,い、 後に伝事と名乗り、杉山七右衛門宗重の女をめとり、騎士笛衛門忠孝室となる長女、次女をなす。ただし、新鮮には男子がなく、文家より、次女の婿養子として、吉兵衛新名を迎える。新名は署名を捨て五郎と言い,い、一門、味町から新将の次男として生まれ、本家に男子な木をもって、前当主伝事新鮮の女の婿として養子に入り、 本家を継いだ。神明の長女は創生したが、他に着難となる、四助、次女が生まれるという。なお、安島修理助の家系図は、明和年間のものであるため、以後の記録は、必ずしも明らかではない。佐竹山城守る家臣。修理助関東上拝領大善助関東上拝領。慶府礼安島修理助大善助うねめ、吉兵衛の無吉兵衛のぶまさ。 林済門信夫妻イコール吉兵衛信忠、伝寺神世にコール吉兵衛神明与助、子孫不詳善行の分家である。初代、安島地から新生は、元は、清は源氏の一角江山と源氏の一門で、道の区国石川軍を支配した国人領主、戦国大名道の区石川氏の流れを組む大久保氏の出身で署名を与え助と言った。新生は、 南北朝時代の武将で、道の区国石川軍安泉城主、石川大前大部戦持ちの血筋を引く奥母、正大悠光の末弟であり、主君、佐竹中塚義秀から、安島吉兵衛信政の養子として、安島氏の分家を起こすことを許され、安島姓と名乗ることで創始された家系である。子孫は、代々、主に主税の名を襲名した。新将は妻に同じく、 佐竹あず家の家臣、関作右衛門公人の幼女をめとり、妻、関氏との間に、嫡男主税信義を産む。その後、ゆえあって、向井正九郎を守る聖家臣、遠藤宗兵公,公親の幼女を五歳とし、五歳遠藤氏との間に、田所伊三郎中期室となる長女、本家を継ぐ伝事神明、佐竹あず家,家臣奥母将大右も光の要廷。 ついで、田所正しきの養子となる三男、また吉、後の種鈴忠義、次女、三女が生まれる。二代種税の義吉は同じく、佐竹東ずや佐藤彦右衛門氷の女を妻とし、妻、佐藤氏との間に、安島百助の部長女、次女、高畑今江門養女となる三女が生まれるという。なお、あじか力新章の家系図は、 本家安島修理助と同一のもので、明和年間までの記録残されており、その後の記録は、必ずしも明らかではない。文家、佐竹正元士官。慶府礼安島吉兵衛信政イコール酒税新長、酒税信義、百女信秀、で、子孫不詳本校では、秋田藩における安島氏の一門であるが、前校までの安島氏と別系統と思われるもの。 または前後までの一族の可能性があるが、不明確なものを記す。秋田藩には上記までのあ島氏以外に、秋田藩主の名簿である、文言帳には、あ島姓に連なる人物が参見される。なお、文化8年、西軍8、あ島兵庫の名で、文化6未10月より同7馬9月まで、湯沢五兵倉に、しかも受け筆目録という記録が書かれており、 翌年文化9年には、安島兵庫、羽賀茂平の連名で、文化7年昼10月より、同8未9月まで、湯沢五米蔵に、しかも受け筆目録という記録が残されている。さらに、秋田藩家蔵文書では、安島自在もを所有者として、天正年間に、伊達左京大部、正宗や岩あきさき部うだいから、四つくらしにあてられた書状など数点が記されている。 このほか、慶長国外駅では、秋田藩士として、安島作左衛門、安島吉右衛門らの名が見える。安島作左衛門の名については、秋田近世前期人名辞典や、梅津正陰日記にも名が見え、寛永六年、佐竹義信の活信、安島作左衛門が永年仕えた功績により、秋田藩が老、梅津萌衛門正陰の推挙により、 同輩の大塚弥生友々ともども仮想を受けるという。江戸時代中期の記録としては、天保13年3月8日には、安島又ま門の名で、沼倉はじめ右衛門も宛てと思われる、五合力銀受取証文という書面が残されている。また、天保12年に編纂された、久保田藩文言帳には、40国安、安島旧9門26国安島総八なる人名が、掲載されている。 文旧以後に編纂された、佐竹藩士文玄帳では、八十国、安島伝左衛門、五人七十目、四国、安島一平の名が見える。さらに、明治三年、佐竹氏由衣書,書下書という書面の中に、佐竹安ず家の当主、佐竹玄六郎義直から家人宛てに出された出されたと、される。 ご婦人列にヒかおけ旅宗根が異上書という書状の宛名として、安島霊レージなる人物の名があるとされる。これは、安島吉兵衛信政、安島マから新書いずれかの系統に属するものか。また、時代区分は、不明確であるが、秋田藩の記録をまとめた、国天類書という書物には、山本太中という人物ともども、高い兵部、大輔の家来で元川容人にして、 過労、安島ジマ衛門、安島マ昭衛門の長見え、館様聖母健上などの記録が残されている。さらに、明治時代以降の記録としては、明治14年に、岡108という人物宛に、安島マサザエ門なる人物から送られた書状が残されている。戦国時代末期に、佐竹氏の家臣から没落し、新城藩戸沢氏の家臣となった安島氏が三、流見られる。 なお、江戸時代中期の数学者、安島直信は、新城藩市安島市の一門である。新城藩市安島市の着流である。山形県新城市立図書館編、郷土資料総書第十周書集、戸沢家中文玄長には、日立守護職佐竹氏の家臣で、道の区国白川郡棚倉の城代安島単語、守るひさなりの小早戸が、天正十年、二十二歳の頃に、 田倉を没落し、慶長7年、日立国笠間軍宍戸において、松岡藩主として入法した、戸沢右京之助政策官に200国で仕官したという。その後、元南8年8月22日、山形藩西条氏家中において、藩主西条、駿河守家地下の死後、家督相続をめぐる内部対立から西条騒動が勃発し、 反省不勇気届を咎められた山形藩五十八万国が、海域となると、普代大,大名鳥佐京介忠政が、後継の山形藩主として二十二万国で入法され、忠政妹婿であった、戸沢正森もそのより木として期待され、穂上市の丘陵の一部である、最上郡新城に六万国で違法されて、出羽国新城藩主となった。この時、戸沢氏に仕えていた。 アジマ一族のうち、戸沢氏の下から離れる者も,もあったが、アジマ・ハヤトは、戸沢氏に従い出羽国新城に入った。以後、アジマ・ハヤトの系統は、新城藩氏アジマ氏となった。その後、ハヤトは、老衰により、三南屋吉地に家督を譲り、八吉は名を改め初代、アジマ・ゴザエモとなる。以後、新城藩氏アジマ家代々の当主は主に御座右衛門の、か名を用いた。 初代五左衛門は同じく、新城藩士の八柳氏の女と婚姻し、神内、神五左衛門、吉蔵らの子をなすが、父早との死没に際して、家督相続の届け出があるべきところ、届けがなかったため自然に改役となった。着難の神内は、新規飯抱え扱いとして士官が決まったが、おまみの際の始末が原因で飯放ちとなり、後年、金一両二分で、 再び士官が決まる。また、さらに金一両二分の仮像があり、高三両となる。陣内の自定陣五ざえもは追放となるという。また、三手栄子ときさんは、母の聖火八柳氏を相続する。陣内の子、二代五ざえもは、家督相続後、昇徳三年十二月三十日、五人ぶに加えて、五切り枚二両二分を下され、後に四両となる。 恩中五章を経て、水道奉行を務めるという。後に、王石や左衛門の女と婚姻し、妻、王石氏との間に、着男の神太郎が生まれる。また、次男に、昭衛門が生まれるが創生する。さらに伊藤平太夫夫の女との間に、三男昭衛門清秀が生まれる。聖徳三年十二月、五り舞家造の沙汰を受ける。二代御左衛門の着男神太郎は、 教法十七年一月十三日、筒がなく、家督を継承し、三代、安島五左衛門となり、父以来の金二両二歩に、金一両二歩の五霧舞家蔵により、一行は四両となり、二の五番命ぜられる。その弟正衛門清秀和三落の際により、藩より召し出され分家する。この、三代五左衛門には、中山正衛門室となる長女と、 着難丹後衛門などの子があり、丹後衛門を持って、着難とした。法歴11年、丹後衛門が家督を相続し、五衛門を襲名し、四代五衛門となった。この時、五人ぶのところ、数と分の淵が減ぜられ、二の丸五番を命ぜられる。四代五衛門は、明和三年六月十六日、父以来の法録のうち、一人ぶが減ぜられるものの、 安永3年7月9日、大沢合大館を命ぜられる。安永8年11月15日、銀味役に進み、同10年3月3日、支配所外によりに月ず大館に任ぜられるという。天命4年10月18日、再び銀味役となる。完成2年1月19日、本堂証言組を命ぜられるという。四大御左衛門は、 家督相続後、銀魅役と銅山方を兼務し、それまでの国高に加えて二人ぶっち5切り米四票を、賜り、六人、淵二十票となる。完成6年6月19日、長野東米組入れし、銅山方などの役も経て、完成7年3月19日、下八郷大官となり、五役両三人ぶを下される。同年月日、支配諸があり、 北本町合大官となる。四代五左衛門は妻に、安倍林左衛門の女を迎えたが、妻、安倍氏との間に子がなく、姉の子で、中山正衛門次男の八衛門を養子とし家督を譲る。その時代五代五左衛門は、中山正衛門の次男と言い,い、先代五左衛門の姉婿の子すなわち老いにあたり、署名を八義、八吉、ついで八衛門、または、並衛門。 東衛門とも言った。先代四代五左門から家督を受け継ぎ、五左門を襲名した。完成十三年一月十七日、五十国となり、勘定頭に任ぜられ、役料として三人淵を与えられるという。今日は三年、割増校十国を加増され、文化二年、割増校十国を本地に加算され、都合六十国となる。その時代である六代五左門は、 実は、新城藩家老吉高氏の一門、吉高沢江門の次男とされる。六代五左衛門は署名を野十郎と言い、その後、東蔵と改めた後、家督相続により、安島五左衛門を名乗る。文化4年家督相続し60国となり、お広間藩士、白井は予想用江門組に配属される。同じく文化5年5月15日、 兵庫省を命ぜられ、文化8年川口合大官に任ぜられるという。文化12年2月3日、金元方となる。文化14年9月、お披露巻番を命ぜられ、文政5年、定引消しを命ぜられる。天保5年1月11日、銀美役となる。天保7年、庭月合大官となり、翌年同8年、支配所がえとなり、金山合大官となり、 同十二年、船形五代官となる。同天保十四年、大南度役となる。その子は、小右衛門といい、署名を前提という。後下四年一月十三日、父五左衛門の隠居願いにより家督相続し、治業を六十国となり、天の兵部組に編入される。また、当分の間、地方鉄大国産法を掛け持ちする。同年十一月二日、 銀味役となる。加鋭元年11月8日、安島省衛門、弟で、ご在門次男の女次郎を養子として、家督を譲る。時代女次郎は、お広間番子、天野兵部組に編入され、加鋭5年10月18日、定費決死となる。同じく加鋭7年10月2日、兵庫省を命ぜられる。安政2年3月11日、女次郎は、弟でご在門の三男。 母八に家督を譲り隠居する。これにより、母八はなお改め安島東蔵と名乗り家督相続し六十国となりを広間版し、瀬川古兵組に編入される。安政四年二月七日、定否消しとなる。明治二年五月十四日、司法勤務を命ぜられ、明治四年、川口豪教官となるという。なお、安島丹単語森久なりへの系譜は、 伊香山省。佐竹佐中昇華新大沢豪大館、下八豪大館。棚倉城代戸沢右京助市館海域、戸沢山と守る市館水道奉行庭月豪大館、北本町豪大館。京府礼安島、丹後守久成、り、早戸、ご在門、陣内、ご在門、御在門、ご在門。川口豪大館。定引け市、庭月豪大館。 金山五大官、船形五大官邸美家氏、環状頭大難度薬銀味薬標古賞、川口五豪,豪官、イコール御座衛門イコール御座右衛門イコールイコールイコール、ジョジロウイコールイコールイコール東蔵、子孫不祥全校の、安島丹後守久成の家系の分家である。安島隼人から数えて四代二代目、御座衛門の次男将衛門清秀が、 部屋積みとなるところを藩より、和産の妻を認められ文家を許され、法暦元年10月12日、戸沢和佐助正信に八重国取りとして士官した、家系である。清秀の妻は、張間国達の藩主、脇坂淡路森康教の家臣である、熊谷二左衛門の女と記録されており、妻、熊谷氏との間に一万蔵、直信、野草寺直重と、伊藤平蔵寺気球が生まれた。 小江門清秀の着難一万いく直なは法暦4年12月9日、父の死に伴い家督相続し、倉地十郎江門組、五階書見習いとなり、家六八十国となる。同じ年、銀未役献金元型となる。同十二年、勘定頭となり三人ぶちを賜る。直信は、新城藩の財政再建に寄与した功績から、 さらに天明5年11月4日、軍部行閣となり、翌同6年8月17日に20国家をとなり、都合110国となる。同7年12月15日、120国となるちなみに、直信のの弟、直重については、下記、阿島やそう直重の孔に詳しい。この直信については、和産の大家として知られ、はじめ中西流。 入江前太夫広忠の弟子となり、やがて入江は、直信の非凡さを見抜き、師匠である関、赤流宗光山寺主従の弟子としたという。直信のその才能は同じく山寺の弟子で、赤流道門の藤田健平貞氏をして、当代の名人と言わしめ、赤流の宗光の後目に推薦したほどであった。その後も、安島直信は、江戸時代における数学の発展に寄与。 後世の人は、関信介隆和と並んで和産の二大商店と、表した。完成十年、直信は没する。去年六十六改名は、蘇信悟志さん領空古児という。なお、直信には妻に、尾直がおり、長女並びに、嫡男の安島一万蔵広重が生まれる。なお、安島直信は、没後。 117年後にあたる大正4年11月に、地位を増位されている。直信のの着難広重は署名を製造、または、演造と言い,い、後に一万蔵広重と改めるという。完成10年3月26日、父の死により家督相続する。また、戸沢金目組に編入、誤解所務となる。三人ぶの隠居料を与えられる。 同じく完成11年、小型翻訳命ぜられ、お金払い方を兼ねる。今日は3年4月15日、銀味薬となる。文化2年4月、感情か白書く感情型手伝いを命ぜられ、当分の間、お金元型銀味薬を兼ねることとなった。7月7日、職務ただよ理由として、薬料金に量を加増される。文化4年4月15日、 感情頭となり、薬料三人ぶを加造される。文化六年、お刀万格となる。同年九月十一日、大目付格手伝いとなる。また、その志士は銀の城あるいは銀の助という。文政四年十月十日、家督相続し、増田八郎左衛門組入れとなり、また、藩主聖師の相手役となる。天保四年、就門方となり、同五年、 お刀番となり、藩主聖師のご蕎麦役を兼ねる。銀の城の後は、三沢と言い,い、実は、三上玄左衛門政府の子という。天保九年九月八日、安島三沢、養父の死により家督相続し、藩主聖師戸沢のともおりまされへの側近となる。天保十年十月十五日、恩中御所となり、極方見習いとして、手当金三両を下される。 10月17日、川辺伊蔵組となる。店舗11年3月2日、お刀番となる。店舗12年5月3日、五難度役を兼ねる。店舗13年9月3日、五難度役に加え小川係持ちとなる。店舗14年4月8日、藩主のおぼし飯として、味間三みさお、角谷万次郎、富沢翔衛門らと共に定席を命ぜられる。 同年7月11日、格式はこれまで通りとしてご市役に加わり、お取り次下版となる。天保15年3月4日、ご在所勝手を命ぜられ、新庄に下るという。同年6月17日、格式これまで通りとして、お披露間版詞、天の表含みとなる。同年8月30日、ご使い版となる。5年10月18日、長江武行となり、 山名澄江組に預けられる。その時代は、綱三郎と言い,い、その実、大久保春之助の弟であるという。嘉永7年6月10日、家督相続する。同年7月17日、お広間番子、小山左門組となる。安政2年11月8日、定引けしとなる。明治2年11月19日、地方勤務命ぜられる。 明治3年8月7日、駅亭係の剣務を命ぜられる。明治4年、金型、五役五面となる。着席これまで通りとなるという。同年4月14日、二番隊捕尾役命ぜられる。その子は、小金三郎という。小金三郎は管理に任官しており、大正5年2月10日、宮城県月立税務所長に任ぜられ。 同年十月二十九日、没するという、文家勘定頭集門片手美景し戸沢和佐助士官軍部業格勘定頭、岡棚番格式上席駅亭係。水道武業勘定、東蔵十五位大目付格鉄大聖師、御蕎麦役長江武業二番隊褒美役月立税務所長。慶府、安島御左衛門、昭江衛門清秀、一万蔵。 直信一万蔵広重、銀の城イコールイコールイコール、三竿イコール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 孔、三郎、小金三郎、かつ、子孫在別同家は、あじま単語守る久成、昭衛門清秀家の分家である。野草寺直重は、昭右衛門清秀の次男、一万蔵直信のの弟として、原文6年に生まれる。法暦6年6月。 新城藩に召し出され主観するという。前景、戸沢家中文元長では、亀松様恩中故障賞金と記されており、直茂が、藩主戸沢主景党、正義の養子師、亀松、後の戸沢和佐助正近に仕えたことがわかる。文系文家,分家戸沢和佐助主観、戸沢和江党主観。勘定党亀松様恩中五章。警府。 ア島マ昭門清秀ひで、ヤソ直重、子孫不祥また、ア島丹後森久成家の一門に、八柳氏がある。八柳氏はもともと、出羽国秋田地方の国人領主で、八柳官主の家系であり、戦国大名安藤氏の悲観であった。その本家は、江戸時代以降、新城藩の中老閣にして七百国鳥の家柄であったとされる。その一族の女が、 新城藩市矢島市の初代五左衛門に越入れした後、八柳家に死死がなかったため、五左衛門の産卵を持って、母方の名跡を相続させ、八柳久志さんと名乗ったという。小峠さんは、新城藩に出資し、藩より五人ぶち金七両を下されることとなった。小峠さんの子は、小峠さんといい、署名を用宅という。 父の後を五人ぶち金五両にて相続することが認められ、ゆえあって浪入する者の共放年間に藩に復帰し、再主管するという。また、その子初代坂恵美は、家督相続する者の創生する。その弟、八柳慎吾衛もにはごとめつけを務める者の、ゆえあって、追放となるという。初代坂恵美の子は同じく、坂江美の名を襲名し、安永七年。 新地として七十国を配慮するという、八柳家相続京府、あじ御左衛門八柳久ささん、久ささん、さ美、や美、子孫不詳佐竹氏の旧親あ島氏のうち、水戸藩市となった家系が数流ある。最も著名なのは、幕末の水戸藩家老となる、あ島またての排出されるあ島ま単語の部の家系である。また、 佐竹義信の家臣に、あじ丹後信勝なるものありと言い,い、主家の秋田天保に伴ない浪人し、日立国内に泊まることとなり、生涯を浪人として過ごしたと記録される。信勝の子、義江門信重の代にいたり、日立国松岡藩主として、出羽国より天保された、戸沢正盛に主管することとなる。しかし、戸沢氏が再び、 出羽国の新城藩に転ずるとこれに同行することなく、給料に泊まり再び浪人する。信繁には二人の子があって、長女の水戸藩士、川澄影湯ゆき室、長男に、自在門信のがいた。漢文二年、信繁の子、自在門信のは姉婿、川澄ゆきの推挙を受けて、水戸藩主蔵将一位、徳川県大納言三つ国に士官することとなった。以降、 道家は代々三戸藩士として続く。東ア島家の国高は150国。なお、同姓同盟のア島信ノという人物が、佐竹東ずや家臣、ア島マ修理助の家系に見えるが、佐竹志家臣の信ブは、正式には、ア島吉兵衛信ブと言い,い、自在門のブとは別人である。ただし、ア島自在門のブは後年、ゆえあって、暇を濃い藩士の身分を離れる。 安島信重には、長男安島陣内、七郎右衛門の、信久大宮角左衛門正春室となる幼女がいた。長男の陣内は、不死市ゆえあって、海役となる。信次次男、七郎右衛門の信久は、旗本で、長崎奉行の川口説つもり宗ねついで、水戸藩市藩森山藩主一門、松平主前来愛に主観する。宝永六年、水戸藩画老、 山野辺と佐森義県の内室の推挙により、水戸藩市に復帰し、法営7年5月14日、歩行士となり、銀美役県駒込武神奉行となり、江戸武神奉行、奥に不進奉行を歴任する。信久には妻に、皆川現代悠栄衆の女、皆川氏がいたが後に、浜野与左衛門茂宗の養女を妻とし、妻、浜野氏との間に、 アジ七郎絵門の新戦、五分絵門の新入を、設けるという。信久の嫡男七郎絵門の新戦は、はじめを信直と言い,い、神後絵門のまたは伝いの絵門のと言い,い、歩行士を経て、官方元年、新料理番となり、遠京五年馬回り組、法歴四年三月、新物番となる。信久は、林清史絵門のの歌詞、 安島正左衛門はじめろうの即女を妻としていたが妻、安島氏との間に子がなく、弟五分右衛門の親人と、小松崎健平重義の女、小松崎氏との子七郎左衛門親家をもって、養子とする。七郎左衛門親家は、明和2年、歩行士となり、安永元年、歩行目付、道7年、おかって、御用件、天明3年、新設された、 五十人組の初代目付組頭となる。また、格式古庄目付中奥詰めを兼ねて、天明六年、奥遊筆となり、役名が改められ非常役となる。完成三年七月四日、役所頭取となり、格式新番組頭に進み、お勝手掛けを命ぜられる。天明十年、水戸徳川家の即女、国姫府川四人格式大番組列、完成十二年、 京都留守居役、今日は3年、200国となる。文化3年1月13日、150国を賜り、足高50国を賜る。同年3月、国姫政居に月川用人を五役五面となり、薬料銀10枚を返納するものの京都詰めは、元のごとくとされた。文化8年には湘南土役となった。 新家は、江橋中兵衛厚常の女と婚姻し、妻、江橋氏との間に、着難のあじま原氏上新圧、二位のみ六郎主系の養子となる、彦次郎新礼、三途半大番登上座戸田三右衛門の忠行室となる、長女、深沢漢水、中次の養子となる八寺、郎信行を設けるという。着難新圧は、新家の着難として、小十人組、銀美役、 新番組を歴任していたが、病弱のため、その子安島真新を、万代とした者の,の家督相続前に死去した。新圧には妻高久彦大部、賢治の女と婚姻室妻、高久氏との間に、原子城新春、平尾では二郎清行室、亀次郎親からの子があり、先代、安島マシは、古新圧の死を受けて、着尊原子城新春を後取りと定めて、 家督を譲った。原始上新順も、また家督相続前の文化11年から、父の番台として新番組に詰め、その後も、50人組、馬回り組、そして、文政10年、馬回り組頭、天保2年、大番組となるなど、順調に昇進を重ねたが最女との中に実施に、恵まれず、祖父親家の女が突いだ。 戸田三衛門の忠行室が生んだ外孫、矢次郎中海をもって、後取りとした。後の安島立脇新立。立脇新立は、当初、戸田矢次郎中海と称し、安島家相続後は、安島矢次郎新立と改めた。実家の三戸藩主戸田氏は、三河府大の名門の家系で、三戸藩では千三百国の価格を誇る家柄であった。八大藩主券。 中納言なりのが死守なく講じると、幕府府画廊で大名としての独立を企む、中山備前主神守ら藩内の門松派が、将軍、徳川家成の二十四公之助後の奇襲藩主君、大納言成り勝を次藩主に擁立しようとしたため、縦脇は、実刑、戸田正太夫中明ら,らとともに以前藩主、成信の弟で七大藩主三義、春年の三男にあたる慶三郎、 後の県中納言なりやきの藩主要律に奔走し、見事実現して、なりやきの副審として、反省の養殖に抜擢されることになった。その後、縦脇は、主君、なりやきの藩主要律の功もあって、順調に昇進を重ね、反省に重きをなすとともに国事に奔走することになった。縦脇は天保7年、小不審組、天保10年1月11日、 小住人組、同年7月4日、格式馬回り列となり、文武行見習いとなる。天保11年、環状武行に抜擢され、同年8月21日、故障頭取りとなる。加盟6年6月、主君成明が、幕府の解剖参与に就任すると、実刑、戸田正太夫と、藤田東子が、海岸防御御御用係、縦脇は、 解剖詐欺を秘書係に任せられ幕府の解剖政策にも寄与した。その後、縦脇は清掃により、窒虚となるものの、小不審組に復帰、安政2年5月9日、目付、9月19日には、格式故障頭取小川洋人見習いとなる。翌安政3年、格式用人上座小川洋人となり、治療を300国に数用、安政4年7月19日、 学校奉行を金半行行動官の運営を担う。12月、幕府より、水戸藩に命ぜられた、日本初の軍艦、朝日丸の製造を奉行し幕府より恩賞として、自腹に、白銀10枚を貸しされる。同日、格式は場解答上座となり、安政5年7月20日、大藩党上座用達となり、足高150国を、増やし500国を賜り、800国となる。 8月、安政の大地震により圧死した、実刑、戸田忠史多中、明の後を受けて、大寄りい頭となり、過労の列に加わり寄り気をつけられる。これにより、三戸藩過労として、反省を取り仕切るものの、その頃の三戸藩は、黒船来航など、西欧列強への大外政策の方針や十三代将軍、徳川家定亡き後の将軍軽視問題をめぐって、 幕府内の熾烈な権力闘争に突入するのは必死の情勢であった。立和は、急進的な排外政策を唱える前藩主成秋を支え、成秋の七子、徳川義信を将軍啓示に押して、朝廷屋区下、大奥に政治工作を行う一方、越前藩主、松平座この江賢少将、吉永や薩摩藩主寺松左この江賢少将成秋ら、 土佐藩主山内左子の絵剣少将、豊重など、幕末の四健康としても名高い有力な、審判とざま大名らと一橋派を形成、紀州藩主であった、徳川三義、吉富、後の徳川家持を押す不代、大名ら南紀派と激しく対立した。その中、朝廷から直々に、 上位実行を迫るよう命じた土の絵馬の密直が、水戸藩に下され味また手脇を介して、藩主吉厚に届けられ、朝廷が、幕政介入を試みるとともに幕府を仲介せず、大名に直接直視を降下するという、江戸幕藩体制の威信を揺るがす前例を見ない、水戸藩密直事件が勃発。水戸藩は、幕府から直上の返納を迫られるとともに、 政治的陰謀の疑惑をかけられることになった。折しも、三戸藩京都留守役、鵜飼吉左衛門と物部からの書状に、江戸幕府大老伊家門等、直助暗殺防義が記されていたため、安政の大国が勃発。縦脇は、幕府から権威を受けて、幕府表情書から出頭を求められた。藩主義奴は、御三や過労が、 幕府表情書に出頭するなど前代未聞として、これを断るもこれが認められず、縦脇は安政6年4月24日に出頭、表情書の取り調べを受けた。元来、身分の高い武士を取り調べる場合には、幕府の自社奉行、官定奉行、町奉行、大目付、目付の一人をもって組織するご手掛けが組織されるが、 縦脇の取り調べも五手掛けの取り調べを受け、その日のうちに、駒込の摂津国と繁殖期長と森高議定に預けられた。再度審問が行われる26日、縦脇は自ら鏡面に対して、肖像を描き子孫に使いしてから出頭したという。五手掛けの審問の内容は、縦脇の罪状の証拠を得ることは問わずとして、E の厳罰姿勢に異議を。 憤を起こしたが、いいわ、新聞を担当するご手掛けを再選し、自身の孤高の配下を当て、自社奉行に、松平宝妃守る秀環状奉行には、池田張間守る方、大目付には、久賀稲葉守る聖典、町奉行には、石ヶ谷稲葉守る秋清、目付には、松平久行城交渉に任じて、再審を命じた。しかし、 ご手掛けの審理結果は再び罪を問う証拠はない、つまり、無罪というものであった。このため、いいはご手掛けの審理結果を知りけ、縦脇の処分を切腹と決し、安島縦脇は、翌8月27日、預かりとなっていた駒込みた判定にて切腹、波乱の障害を閉じた。去年48、あ島ま盾脇の審問を受ける態度は、 虚死慎重元句を一心に受け、義によって屈せず、死に望むに際して、顔色は、平常で商用にして乱れずというものであったと伝え、幕府勇士もその、器式特領を干渉してその死を惜しまぬものは、なかったという。なお、縦脇親律は、久米新七郎長重の女と婚姻し、妻、久米の死との間に、後に、 五三教を筆頭一橋徳川家中郎となる長女、達子、三戸藩邸江戸古将、立原僕二郎の妻となった、次女、道子、嫡男の七郎太郎信義、次男、富田七郎三郎ともなさの子を成した。その後、縦脇真立の長女律氏は、一橋徳川家を辞教を強いられ、味負けに戻され、長男七郎太郎信義も父の切腹により、 出資できぬ身となったが、朝廷からの勅命もあり、文久2年11月18日、縦脇の罪が許され、それに伴って、お家再興を許された。これにより、七郎太郎は改めて、水戸藩より150国、物なり150国合わせて300国を急せられ、中の寄り合い務めを命じられている。また、七郎太郎審議の姉で、 対等新立の次女道子については、源氏元年8月23日、夫、立原僕次郎が、獅子戸藩主、松平老井の上よりのりに従い天狗党の、騒乱の中で討ち死にしたことで家父となり、縦脇新立の老い、戸田銀次郎忠則りは、おじ縦脇の死後、水戸藩家老の職を引き継ぎ、水戸藩政を取り仕切る者の諸政党と対立して、失脚。 さらに、縦脇の義兄とその子である、三戸半期奉行、里見白左衛門、親長、近方親子も尊皇派として打ち死にするなど、その後の幕末の動乱は、安島はじめ門とその親族演者にとっては甚大な、犠牲を強いることになった。なお、このような中で、家父となった縦脇次女道子には、同年十一月、前藩主、吉奴や将軍、吉信の母である、 サダヨシイング女王より、大黒天を移した頭画や若がた物組みされるなど、味負けは最高以来、主家より、格別の恩情を受けていたと見られ、その頭画や資料が、今日も、味負けケ子孫択に残されている。次女道子も、若の道に通じていたと見られ、桃つつ修なるか衆を編み、防布体等新立の25回期である明治7年に、父君の25回期に、 秋階級ということを読みて建てるとして三種の歌を残している。しかし、激動の時代に翻弄された味負けも、明治時代に入り、ようやく平穏を取り戻すことになった。小味負盾脇真律は、明治22年、靖国神社に合志され、さらに五国神社、開天神社に奉仕されることになった。また、明治十三年十月には、明治天皇と皇后が、 この絵書兵演習御神越のため、水戸に行行敬し、その際、安在所となった茨城県市販学校にて、徳川光国、徳川成明その他の中心の遺木、遺品を見学したとされ、尊能を唱えて国事に尽くした志士として、戸田忠下藤田優国和正とその子、藤田東子兵、相沢聖子彩安、島じまなどの遺族に、御沙田書を賜り、 それぞれ再資料200円を貸しされたという。さらに、明治24年4月、後、安島立脇は、明治維新における功労者として、明治政府から正余儀を増与され、激動の時代において、命を落とした安島氏の志士たちは、その名誉と功績を検証されることとなった。なお、安島立脇の子孫については、茨城新聞にて、紹介記事がある。その後、 平成15年3月18日には、水戸三の丸の常用芸文ギャラリーで、江戸から幕末までの肖像画を集めた、近世日本肖像画展が開催され、縦脇の肖像画展示されたほか、さらに、安島縦脇の卒後150回期を迎えた、平成21年9月21日、縦脇の切腹を命じた、井伊直助の地元滋賀県彦根市から、井伊家当主、 彦根城博物館館長、飯田タ氏だけと彦根市長、志山向き王が揃って、大国巡難者の母参を行い、その返礼として、水戸市長、加藤光一が、彦根市の井直ナの母参を行うなど、水戸市と彦根市の都市交流が深められた。小住人組初代、目付組頭。格式古庄目付十億詰め。日朝役。川口節積森市官役所討取り。 松平主前士官格式新番組頭。水戸県中名護二士官を勝ち手掛け。銀宮役県駒込武神奉行、新料理万国姫府川四人。江戸武神奉行馬回り組格式大番組列。佐竹佐中昇華神戸沢京介士官水途中、名言士官五国府信奉行新持番京取るす巨役。京府礼愛島、丹後信勝。 吉江門信重、自在門の無事、出郎衛門の信久、出郎衛門の新戦イコール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 、イ出郎左衛門進化。小不審組、小十人組、格式馬回列、軍武業見習い、家徳相続後、歴代天皇の三両修法検索、武行する、官場武行、故障盗取 格式用人神座小川用人。学校奉行。軍艦朝日丸建造の功労。により、幕府より、恩賞し与え。幕府解剖参与秘書係。格式場解凍上座。大番頭神座用し大寄り合い頭となり、過労の列。に連なる。安静の大獄で切腹。生前、志の日音を著作。しか多数。卒後 直名により斜面。造成4位直名に基づき。銀未役、安国神社合志五家最高、新番組、馬回り組頭回転神社最人美と藩死に復帰。中の寄り合い大番組新名は、安島立脇て指名中の寄り合い。イコール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 、原史上新圧、原史上新順、イコール対等新律、七郎太郎新義。 子孫在別そのお他、里見白左衛門家の分家、里見平次郎家の二代目、平次郎近政の室に、安島氏がおり、里見群蔵生あたるを生む。群蔵には、着子、平次郎これよ吉のほか、第一子に、本家の三四郎左衛門親皇室となる長女がいる。ただし、親皇の子、近方の母は、信ぶ朝浅之助の女であるが、 近方の室は、戸田忠下ゆ安島立脇の姉、戸田氏という縁でつながっている。また、天保年間に作られた三戸藩市の記録、香水後木式帳によれば、三戸藩市安島氏には、寺社方手代、留付、列、安島忠下ゆおこおり手代、竹重金子ま五次郎強行支配、安島慶三郎太,太、鈴木昭三支配安島八七郎、御金方手代、 安島彦右衛門、モ島ア二郎の名が見える。また、万円元年に作られた、水戸藩後期式文言帳においても、総よりきとして、安島慶三郎のほか、同じく総よりき、野列として、安島マト郎の名が見える。また、明治新政府からの命令書、明治3年4月9日軍長立民事係を、節句及び係員名詞並び村名の中に、 租税係として、安島康一郎の記載がある。また、安島正太夫と同様に、水戸藩寺社方として、安島忠助なる人物が、同役、寺門元次郎なる人物と連名で、売り面上福寺境内抜木獄院願いの義に、関する書簡や、杉室山太夫院境内岩木見聞通知状、出頭通知状を、港村の木内久兵に発した記録が残っている。 また、その他、安じ氏に連なる人物としては、茨城郡奥谷村の安じま七郎という人物が、三戸藩に下された土の絵馬の密直を幕府に、返納することを危惧し、三戸藩氏の高橋大一郎相ろ、金子孫次郎教皇、関鉄之助、大関は七郎雅美、広岡根野次郎則友、とも、森五十六郎直長、吉成常次郎一徳、大津彦五郎、 山口達之助生、林中在門、小鶴村の軍事小十、軍事利兵など武士百姓数百人と共に、長岡塾にて、密直返納祖師のために集ったという。さらに、三戸藩士、安島俊次郎という者が、桜田門外の変を計画するため、彦根藩邸に潜入したとされている。その他、同じく、桜田門外の変に関与した。 佐藤哲三郎官という藩主が、安島哲三郎という変名を用いたという記録もある。さらに、金方手代、安島八七郎の次男、哲次郎義則は20歳の若者であったが、水戸藩の尊能派の頭目、武田幸雲斎正浦に従い天狗党の乱に、従軍、幕府軍に捕らえられ残首となると記録されている。このように、安島氏の多くは、 そんなお派として活動し、そして弾圧された。しかし、その後も水戸藩内では、安じまの役人や、人物の名も参見され、慶応四年、安じま聖太郎という人物が、茨城郡川戸村庄屋に、山材木の御用生を発している記録がある。天狗東列氏安国神社合祀、金方、手大神明、安じま哲次郎氏名、京府、 安島義ヤ郎、鉄次郎義則以下、近現代の安島氏について衝述する。源氏元年から明治八年にかけて、安島マ湖の助並びに、安島時、徳春と中郡野口村、昭屋、関沢源次江門の、関沢長次郎との間で尊姓に関する書簡を呼び、旧三戸半湖徳川成明の聖母、明総院が亡くなった件につき、連絡がなされている。また、 明治以降の記録としては、明治3年、それまでの水戸藩寺社方から、神議局務めとなった、安島忠介が二度にわたり、茨城軍、前田村昭也宛ての役所貸出金利をめ分、受け取りに関する、佐都市、役所司法貸出金上ののたを発している記録も、あり、明治以降も、役人、新職として活躍した形跡が確認される。また、明治四年には、 安島七郎左衛門という者が、木内家から金銭を借り受けたという記録が残されている。その他、年代不明な古文書として、安島健之介という人物が、知気のあった、岡崎長生なる人物宛に流行病万年を、理由に一時随流引きこもる意思を伝える書状が、茨城県立歴史館に残されている。昭和21年3月15日の茨城県法には、 衆議院議員選挙に、三戸市から安島日氏が無所属で立候補する届出を行ったことが記録されている。以下では、茨城県内の安島市について、著名なものを地域別に家計が明らかなものから、解説する。三戸市には、茨城県氏族安島亀松の長男で、茨城県族として勤務する英一の名前が見える。明治十五年四月、茨城県屋いに任ぜられ。 土木家に配属される。大正元年10月、義手法となる。同4年、北相馬軍書記に任官。ついで大正12年、西茨城軍に赴任し、主席軍書記となる。15年、軍役所廃止により、県属に転換した。茨城県氏族、茨城県雇い、義手法、北相馬軍書記、西茨城軍主席群書記、 茨城県氏族茨城県族慶府、安島亀松め栄一、子孫不詳さらに、九時国東小沢村大技神田には、茨城県氏族安島康がいた。案の祖先、いが市国道は、九時郡坂本村の人であったが、元六年間に、徳川光国の命により、現住所に移住したとされる。あ島康の家系は、新職としてその名を知られ、代々、 宇京の名を襲名した。数世先の祖先、安島宇京康義は、商工官総裁、丸山霞とコニーであったという。祖父、宇京康弘は、相沢正司祭康の門人となるという。安島康の代に新官を辞める。幕末においては、父、宇京康史誠と共に志士として活躍し、戸田忠史太夫明、藤田と子兵。 安島立脇親立らの信頼を得て国事に奔走。その功により、水戸藩主、徳川県中名言成明より太刀を賜りしかぶに、列せられた。代々、新官の家系で、安島康氏自身も若い頃、新官であったが、水戸藩の安島立脇らとの縁もあり、私分に取り立てられ、尊能上位運動に携わるという。明治以降、氏族に列死。 市販学校訓導を皮切りに、結城郡三海道町高等、小学校長兼訓導、九次郡大田高等小学校長兼訓導、西茨城郡私学、東茨城郡川根人町、小学校長兼訓導などを歴任、教育行政の分野でおもうきをなした。元市官、茨城県士族、市販学校訓導、結城郡三海道町高等学校校長兼、訓導 久時郡大田高等小学校長県訓道。西茨城郡四学。四官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 ,官,官東茨城郡川根神城、小学校長県訓道。京府井原市国道、安島右京安吉右京安広。右京安島こと、安、子孫府省また、久時郡与野村大技。与野には与、矢村町、安島徳次郎がいた。与野村学務委員。与野村長。 京府安島坊、徳次郎、子孫不詳同じく、九時軍与矢村には代々、酒場造業を営み、九時軍会議員、与谷村議会議員として活躍した安島根野太郎がいる。根野太郎には、長男で、村の青年会長を務めた作久こと武と、次男明がいた。次男の明は初め分家し、兄の家業を手伝ったが、兄作久こと武が創生したため、 火星を担うという、久じぐ会議員与や村農の会議員。よやむら議会議員愛林組長。警府、あ島根ね太郎、明子孫不詳また、多賀ぐ関本村、大和山小屋には、関本村長、安島義蔵がいる。義蔵は、若年の折父と妻を早く亡くすが農業に精霊しまた、公共心に厚く段下総代に押され、 村議会議員を数期経て、村長となった。また、この亀太郎は関本村議会議員となる。関本村長関本村議会議員。京府安島坊、吉蔵、亀太郎、子孫不祥に張り軍藤沢村には教育家として、藤沢尋常高等小学校学校長、安島明の名が見える。家系は、必ずしも定かでないが、 新いは内にて、学校長として、教育に尽力する。ただし、当人その功績を喧嘩にすること好まず、詳細は不明とされる。藤沢尋常高等小学校長。慶府あ島坊明子孫不詳さらに戦後、1970年代、茨城県日立市には、日立政策所の会社員から政治家となった、人物として、日本社会党の衆議院議員。 安島智義がいた。智義は、労働組合の推薦を経て、雇用、労働問題を中心に、活躍、2期目当選を期するが2度目の衆議院、議員選挙で落選し、政界を引退する。衆議院議員、慶府安島坊智義子孫不詳福島県においては、岩木郡に、山田村、久保田村に、安島氏市がある。山田村の安島茂三郎は、 同村の大地主であり、地方一流の名門にして資産に富む家系と伝わる。この地方の政治家として知られる、安島重三郎は、岩木郡議会議員、県議会議員を経た後、山田村長となり、その後、日本赤十字社特別社員の称号を授与される。その後、明治37年、衆議院議員となり、 帝国議会で活躍、日露戦争の支援の功績で君四党、極日賞受賞に助せられ、明治44年、山田村長に当選するという。政界引退後は、福島県の実業界に派遣を確立し、浜海道第一の重鎮と目された。重三郎の妻敏子は、茨城県氏族の加藤亀三郎の女で、 愛国婦人会岩木軍幹事として尽力し、明治38年同会より表彰され、愛国婦人会三等友好賞、44年に、同会の二等友好賞を受賞する。なお、重三郎ぶろう、子夫妻には、岸子、育子、八重子の三女があり、岸子と育子は、東京三田高等女学校に学ぶという。岩木軍会議員、福島県議会議員、 衆議院議員、山田村長。訓四等局実小受賞助訓。日本赤十字社特別社員賞号。同特別社員小受賞。警府、安島茂三郎、茂三郎、岸子、子孫不詳同じく、岩木郡山田村に、農業指導者、安島茂上門がおり、同村の農業振興に尽力するといい。その次男なおは、医師として、 同村消防医を務める。妻秀子との間に、長男の竹尾、直重が生まれるという。農業指導者、山田村消防医。慶父安島重し門直えもと、竹尾、子孫不詳また、岩木郡久保田村に、安島八の局の長男大二郎がおり、農事指導者として活躍するという。大二郎は明治40年落保田村議会議員に初、当選し、 明治42年、久保田信用勾配組合理事組合長に推薦され、久保田村農会協振会審査長を嘱託され、継続すること4年、明治44年には、岩木軍会議員に当選、大正2年、福島県農会農家経済委員を嘱託され、再び、久保田村議会議員に当選する。同年、農業の改良発達の功績により表彰され、木杯一組を受ける。 大二郎の妻は、加藤の氏の出で、加藤の左兵の女広子。子に、安島八郎、千代子、育子、常氏、林太郎がいる。久保田村議会議員。久保田村農会共進会審査長。岩木軍会議員。福島県農会の家経済委員。久保田村議会議員。農業の改良発達の功績に。より、木杯一組賜物を与え。 慶府あ島八の局、大二郎、八郎、子孫不詳同じく、岩木郡久保田村に代々、醤油醸造を営むあ島慎太郎がいた。その子と三吉は、醤油と味噌の製造において、品質改良と、販路拡大を進め実業家として、成功を収めつつ、明治31年、政界に転じ、海電区長に当選。その後、明治33年、 消防小頭第5部長、明治36年、久保田村議会議員に当選する。自社総代高知整理委員会委員、会計主任、岩木醸造組合第4部長に推挙され、地方開拓者として名を知らしめた。公共心厚く、学校、自社、道路の新築に寄付をし、貧民救助に、義援金を出して、表彰を受け目配唱紙を授かるという。 用紙の9は大日本帝国陸軍仙台や砲兵第2連隊に所属しか士官として勤務し、階級は砲兵五町に進むという、海田区長、消防組消防小頭第5部長、久保田村議会議員、自社総代高知整理委員会委員、会計主任、岩木醸造組合第4部長、学校、自社、道路建設への大日本帝国陸軍、 寄付及び貧民救助に対する仙台や宝兵、第二連隊。義援金居出の功績により、似て、貸官勤務。醤油醸造業木廃焼子玉物より区軍宝兵五長。警府、安島慎太郎、富吉、久志、子孫不詳以下、安島氏におけるそれぞれの家計、系統ごとの資料を掲載する。安島清宏関連資料。 安島大善助関連資料、安島直信関連資料、安島大東関連資料、安島大東関連報道、安島春俊次郎関連資料、安島鉄哲次郎関連資料、安島マ安関連資料その他、水戸藩市安島市関連資料。ありがとうございます。